キラ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 チャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。ということでですね、今日はスーパーで買ってきたちょっとお高い、じゃじゃーん、ちょっとお高いのかな、どうだろう、わかんない、まあちょっとソースの中ではお高いんじゃないでしょうか。イータイムのパンチェッタ入りカルボナーラ、こちらをですね食べていきたいと思います。イエーイ。ということで今ね、電子レンジに、パスタを茹でております。いやさ、電子レンジのパスタ超楽でいいよね。今ね、あとね、あと2分ぐらいでできますので、これを封を開けていきたいと思います。で、これなんかフライパンで炒めるとより美味しいよって書いてあったんで、うお、見てください、中は何の変哲もなく、何の記載もない白いパックもうちょっとおしゃれにしたいんじゃないとか思いながらなんか味気ないけどね、まあいいでしょう、味が美味しければいいですよ。味がローマ風のカルボナーラをお楽しみください。豚肉の塩漬けパンチェッタを具材に使用し、パンチェッタの旨味とトリュフの香りを楽しめるカルボナーラソースに仕上げました。ということでですね、おすすめのお召し上がり方が、湯煎で温める際じゃなくてフライパンで温めるときはバターを適量入れて、パスタソースを弱火で加熱した後、茹でたてのパスタを入れ、ソースとよく絡ませてくださいということなので、バターね、あったかな、バターちょっと見てみます。バターね、なんかあったと思うんですよ。あった、北海道バターてるー。ということで、これで料理していきたいと思います。どれぐらい入ればいいんだろう、少量使いたって今日ね、あんまりよくわかんないんだよね。もうそろそろ茹で上がっちゃうよ、やばい、あと1分30秒、やばいやばいやばい。あ、バター、なんかちょっと削った跡がある、僕がちょっとつまみ食いしたやつ、つまみ食いじゃないけどこれをですね、よし、フライパンを入れます、フライパンに入れます、ちょ削ります、削っていきましょう。ちょっと切るのめんどくさいからさ、削ろう、よし、あ、冷たいと結構硬いの、お、いい感じに削れてます、いい感じに、ほら、よくない、これどう、なんかいい感じじゃない、これぐらい。ちょっとバター入れていきましょう、僕がつまみ食いしたことバレないでしょ。あ、ほら、ちょっといいじゃん、いいじゃん、断面。まぁ、ちょっとボロボロだけど。ボロボロ、バレバレかな、まぁ、いいか、バレバレか。よし。普段バターなんて使わないんだね。よし。で、これで火にかけます。よしよし。火にかけます。よし。ファイヤー、ヨガファイヤー、ええ、あ、やばい、強火、弱火、これね、今こんな感じです。見えるかな、見えます、あ、ギリギリ見えるね、ギリギリ見えないねギリギリ見えないね、もうちょい高くしなきゃ見えないのか、なるほど。あ、ということでパスタが茹で上がりましたけれども、これを温めなきゃいけないんですよ、これをね、これをですね、温めなければいけないので、やばい、茹でたてのパスタって書いてあるし、これ何、開ける、あったあったあった、開けるとこ、あ、カルボナーラって書いてありました、ここに、ね、これを入れていきます。よしと、OK、 あー、 OK、 やばい、お、おー、美味しそう、あ、パンチェッタしっかりとね、ゴロゴロ入ってますよ、いいね、いい感じに美味しそうですよ。さすが200円ぐらいだけはある、あ、300円ぐらいか、300円のパスタソース高いよね、高いよね。まあでもさ、なんか外食す、なんだろう、あの牛丼食べるよりは安いじゃんと思って、ちょっと贅沢してみました。はい、おいら、ちょっと贅沢してみました。よし、なんかあんまり綺麗に取れなかったけど、いいかな、ちょっと待って、こんな感じ見ます、
こんな感じです。あ、すごいトリュフの香りする。なんかトリュフ香るって書いてあったけど本当かなと思ったけど、トリュフっぽい香りがする。ええ、いい感じ、いい感じ。ちょっと火を止めてですね。はい。あ、うめえ。これうまいぞ。結構お値段以上に鶏じゃないけど美味しい気がする。で、今ですね、茹で上がったパスタをこれですね、水切っていきます。えい、お湯を切ります。はい、お湯いい感じに切りました。まあ、ちょっとどれくらい残してるかね。で、よし、ファイヤー入れて和えていきます。あ、残ってる。よし、箸がね、マジか。箸あたたたつ。 OK、 箸で混ぜていきます。お、いや、いい感じですね。こんな感じです。すんごい匂いする、すんごい匂いする。よし、これぐらいでいいかな。軽く炒めたら、炒める、合わせたら、じゃん、内側に寄せていきたいと思います。よいしょ。いやー、いけー。ドーン、豪快にいきます。なんかこのソースうめえ、もったいないので、ここはゴムベラの登場。これでですね、綺麗にこのフライパンのソースを取っていきます。これね、ゴムベラすごい便利ですよね。ほら、すごい出てくるでしょ、結構落ちてくるでしょ。あー、ちょ、あっつ。細ぎ取ります。ほら、結構残ってる。よし、 OK。 で、早めに水につけて汚れが落ちやすいようにしておきます。はい、主婦の知恵じゃないですけど、主婦じゃないけど、よし、知恵ですよね。はい、ということで完成です。黒胡椒もうちょっと入れようかな。僕胡椒大好きなので、ちょっと胡椒を追加して完成です。カルボナーラ、デデン、いい感じじゃないですか。美味しそうでしょ。イエーイ。キラ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 ー。よし、 OK。 ということで早速試食していきたいと思います。おりゃ、パンチェッタ、トリュフ香るって書いてある。本当かな。あー、いい匂い。本当トリュフっぽい匂いするんだよね。っぽいっていうか、うん、ほのかだけど、あっこ、うまっ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 、めっちゃうまっ。あ、これ美味しいわ。さすがお高いパスタソースだけど、でもさ、まあさ、300円ぐらいでこういうなんかパスタが食べたらいいんじゃないって思うぐらい美味しい。うん、うまい。これはうまいよ。これこれね、これ見て、これトリュフの香りを楽しむパンチェッタの、あ、パンチェッタの旨味。パンチェッタいただきましょうか。パンチェッタっぽいの入ってるからね。ね、パンチェッタっぽいの入ってるから、こいつ謎肉じゃねえ、パンチェッタらしいです。こいつ、こいつ行ってみましょう。まあね、こいつはまあそんなでもないから。まあ、肉はそうでもないな。
でもほのかに香るトリュフの香りと、美味しいあのパスタの味は、うん、あとはゆっくり食べていきたいと思います。今日はイータイムのカルボナーラを食べていきました。すごい美味しかったので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。それではいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。